皆さんこんにちは。今回はアニメのワンシーンのように。ご覧のように、カメラを定点に置いて、移動できるテクニックの紹介です。エイムモードにしている限り、ずっとこのカメラの状態みたいです。やり方ですが、琴を引いて、閉じた瞬間すぐにエイムモードにすれば再現できます。モーションが固定されちゃうけど、撮影の手法としてはありな気がしますね。それから、過去にオートエイムのバグとかあったんですが、それみたいに勝手にエイムしてくれるかどうかの検証。ご覧のように、画面の中心に向けてしか撃ってくれないので、本当にカメラが定点に止まるだけって感じみたいですね。なんか、すごい光景だね。最後に、どうやらこのまま、泳げちゃうらしいので紹介。はい、ということで今回は、アニメのワンシーンのように見えてしまうカメラバグについてでした。自分はオシャレなムービー作れないんで、活かせる方は活かしてくだされ、さようならだ。